じいちゃんもお父さんもかわいい、お姉ちゃんもみんな今日も着てる大おだしシャツが似合う街。聞いてる人で何が良かったのかって。じゃあいいですか。あ入ってる、入ってる、よし。いいですか。あ、はい、2時で、まあ、最初から噛んだ。2013年アルパカモコモコ始まりまーす。うわあ、はい、やってくれないね。で、はい、新年一発目のアルパカモコモコ、うん、あ、カメラそっち、ちょっとね、ブランクがあるとカメラの位置がどこか分かんなくなっちゃう。はい、じゃあ一発目の企画何やりましょう。よし、新年の抱負バッカ君からどうぞ。俺考えてなかった。考えといてって言ったでしょ。あ、でも今年あの八重洲神社でね、その前に言うことがあるじゃん。何、新年、あ、そうだ、新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。アルパカモコモコ、お年玉受付中です。まあそうだね、あげる立場に、ね、なるとね、もう財布がきつい、うん、季節、うん、季節季節じゃないね。年中でイベント、うんうん、じゃあ戻ろう、うん、で八重洲神社で神社、うん、神社をおみくじを引いてきたんですよ、うんうん、そしたらそれは何？これアルパカモコモコじゃなくてパッカって書いてあります。あれか、書き初めかな。そうそう、書き初めです、うん、ね、絵が気持ち悪い。絵が気持ち悪いとかって言わないでください。なんかすごい。何？すっごいなんか足組にあった。すっげー足組にあったって。本当だ。本当だって何。で、八重洲神社に行ってくじ引いたら小吉、うん、小吉だっけ、うんうんうん、チョコ食ってんの。小吉引いて、うん、今年はゆっくりしなさいって。焦らずって。いや、うん、じゃあいつも通りにいなさいと。そういうことですね。新年明けたからって急がない。うんうん、オッケー、オッケー。じゃあ次はね、声だけ出ているナミちゃん。そうだな。うん。そうだなって。今年もね。うん。人に優しく。うん。何笑ってんの？何笑ってんの？すごい真面目に言ったけどさ。今年もね。うん、うん。優しいマネージャーが。終わり、うん、優しく。
なんでおかしい。本当にそれ目標達成してください。もうすでにね達成してんじゃないかな。え？ごめんね、ちょっと聞こえなかった。あ、次。あ、次、うん、あ、じゃあ次のコーナー。自分の俺ですね。はい、じゃあ最後締めたいと思います。僕の1年の目標はじゃん、けじめ。何のけじめですか。まあまあいろいろね、去年ね、2012年がね、いろいろ自分にとってね成長の年だったんで、いろんな意味でけじめをつけたいっていう。小指を詰めるとかそういうのね。まあね、こう人と関わることが増えてきたんでね、うん、そういうのを大事にして、まあ自分の、ね、写真としての、ね、カメラマンとしてのけじめみたいのもつけていけたらなと思います。はい、どうでしょう、うん、どうでしょう。いつけじめをつけるの。うん、このね360日以内にはつけたいと思う。360日ね、うん、じゃあざっくりね、ざっくりね。そういうことで、ね、パッカ君はねあんまり動画をアップしてくれてないんですけれども、僕がちょっと YouTube の方でいろいろね個人的に動画を始めました。ブログ動画で今ネタ切れです。はい、早くない？早いよ。頑張ってるような気がする、うん、で1月の初日の出の写真をね動画ブログでやってきたんですけど、綺麗だね。はい、じゃん、綺麗ね。これ誰の？そう、 この日のためにアップするのをね我慢してた。どこで撮ったの？はい、これ高草山、あの静岡県のね焼津市にある。うん、僕家事買ってる、家事買ってる。家事買ってるかと思って、ね、静岡県焼津市の高草山ってところから撮りました。高草山綺麗だよね。そう綺麗、うん、うん、ね、ね、鉄塔があるもんで、あるもんでって言って思い切り方言使っちゃってるけど。ね、はい、鉄塔のある大きな山です。焼津に来れば一目で分かります、うん、あ、じゃあ今年は見れたんだね。今年は見れた、すごいね、綺麗。くくくくく雲がね、うん、すごいいい感じに出てたんだよね。おう、うん、いい感じで、あ、すごい、そうくね、そのすごい良かったですよ。割ともなんか、うん、何これ伊豆の伊豆の方から出てるんだね。そうそうそう、なんで、あの静岡県というのは結構富士山とこうコラボができないとか、できない、ね、できない朝日がね、位置が、はい、そうだね、そうなんですよ。で夕暮れ、あの日が沈む時もちょっと富士山とは全然違う方向に沈んでいくっていうのが、ね、あるんで、ね、そう思うと山梨側の人はちょっと羨ましいなっていう。でもメインディッシュ2つ食べないし、メインディッシュ2つ食べないでしょ。ほとほと、あ、違う。メインディッシュって何何なんかご飯とパン食べないでしょ。ご飯食べるよ。どうぞどうぞ。ごめんなさい、ごめんなさいじゃないけど、ということで、何がどういうことなのかよくわかんないけど、どういうね、2013年初めての放送でなんと初めてのゲストがいらっしゃってます。どこどこに今オーストラリアから来てます。マジで、はい、飛行機に乗ってきてます。おお、ってことはなんかすごい堀が深くて、ね、外国の、まあ、大丈夫、英語喋れるかな俺。オーストラリアって英語、英語だよ、あ、英語か、うん、英語だ、英語で早速登場してもらいましょ う、お願いします。あ、はい、こんばんは、こんばんは、日本人だ、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、いや、あ、自己紹介、はい、あ、オーストラリアから2、え、いつだったっけ、去年ですね、去年の暮れに、
八重洲の方に来ました漢字です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日初めまして、ね、そうですね、初めましてですね。はい、僕とは一回年末にちょっと予告動画を作って、もう漢字さんを独り占め、もうアルパカモコモコね、早速ゲストで出ていただいてありがとうございます。普段何されてる？今は、オーストラリアでは、うん、馬を乗ってまして、カーボーイですね、オーストラリアカーボーイ、ジャパニーズカーボーイ、超かっこいい。15年ぐらい乗ってまして、うん、でまあ、馬の仕事もちょっとやってまして、うん、その後にレザーワークですね、サドルを作ったり、うん、というサドルメーカーという、仕事、まあ、サドル職人ですね、をしてまして、うん、それからもう一つミュージシャンというね、肩書きも少しありまして、去年の11月に、CD ファーストアルバムを、出してですね、今、Amazon と楽天の方でね、販売させていただいてます。すごいというね、経歴というか紹介です。ミュージシャンっていえばパッカ君もこうその道を目指しているっていうことで、なんか聞きたいことがあれば幹事さんに。いえいえ、売れ行きはどうですか？あれこれ、もう、身内だけという感じなんで、もっともっとね、そのために、まあ、オーストラリアからこの日本にねやってきたわけで、まあ、静岡を中心にね、もっともっと売っていきたいなと。あれ、じゃあ お家がオーストラリアにあるってことですか？そうですね、クレマでは、もう引き払ってきました。はい、もうね、全部引き払って、この焼津で住もうということで今家探し奮闘してます。あ、はい、安いところいっぱいありますので、ね、そうですね、焼津いいとこですね。 ありがとうございます。あ、でもどうして焼津を選んだんですか？まあ、いろいろと、それはですね、まあ、深いいろいろとちょっと個人的な理由があるんですけど、個人的、またおいおいにその話はしてですね、うん、はい、ミュージシャンといえばこのナミちゃんもギターが。ナミちゃんって誰ですか？この目の前に謎のマネージャー。めんどくせえなもん。それこれ目の前にいる、この子もギターをジャカジャカ弾きます。いや、ペーペーです、ペーペー、うん、ロックンロール。何、チャックベリーとかですか？いやいや、もうあれですね、たまたま今回ね、ちょっと焼津に来るということで、去年の暮れにね作ったのが、まあ、焼津ロックンロールという曲なんですけど、まあ、大体は、まあ、フォーク調というかね、昭和の雰囲気を漂わす、音楽が多いですね。焼津にありますね、多分すごい焼津にあると思います。あ、そうですか。いや、オーストラリアから、うん、今日まで戻こっちに来てからお正月とかってどう過ごされたんですか？とですね、まあ、今焼津の、ね、駅の近くにあるウィークリーマンションに、ね、うん、滞在してるわけなんですけど、うん、まあ、住所不定なんでね、借りれないんですよね。なんで、まあ、ウィークリーマンションで、まあ、1ヶ月ほど、滞在しようと。その間に、まあ、家の方もね、しっかりと決めてと持ってるんですけども、免許もね、ですからオーストラリアの免許でして、国際ライセンス、インターナショナルライセンスでね、まあ、日本の方で運転できるようにね今してる状況で、まあ、住所がはっきりすれば、日本のね免許証に切り替えてと思ってるんですけども、ちょうど、向こうで5年で切り替えなんですよ。で、来年の僕3月が誕生日なんで、ちょうど来年3月でね免許証切り替わってしまうんで、うんうん、それまでに、ね、はっきりしてしまわないと免許証もね、なくなってしまうんで、と思ってる次第です。はあ、はい、職務質問されたら、そうですね、オーストラリアの免許やしね、大変ですね。どうですか、この日本とオーストラリアの正月の違いって何かあります？あ、やっぱりね、気候がね、向こうは真夏なんで、僕がこっちへ来た時も36度ありましたからね、こっちだとね、まあ、10度ぐらいですか今ね、ただまあ、焼津は結構気温高いんで、あれですよね、まあ、数日ですかね、ちょっと寒いなと思ったのは、あとはもう
楽勝ですね。楽勝ですね。もう夜なんかね、ちょっとあの、うん、エアコン入れて、まあ、消して寝るんですけども、うん、するともうあれですよね、もう布団もなしでもいいぐらい、羽布団1枚ですよね。普通の家だったらどうなんですか。いや、寒いです。寒いです。じゃあやっぱ違うかな。でもね、静岡は割とこう日本、そう、あったかいところの、うん、あ、そうですよね。静岡って寒い静岡だって冬になる寒い。まあ寒いレベルが違うと思うんだけどね。思いますね。ねえ、じゃあサンタクロースとか真夏の中でサーフィンをねやりながらっていう。いやー、ちょっと見てみたい。ちょっとあのですね、もう二十数年ね、うん、いましたけども、あのあれですね、もう馴染めないですね。もうクリスマスにお正月のあの暑いのはもう嫌ですね。ねえ、サンタクロースとトナカイってイメージがあるんですけど、うん、オーストラリアは別の動物がいたりとかするんですか。サーフィンですね。サーフィン。サーフィン乗ってサンタクロースが来るというね。感じなんですよね。全然違うんですよね。いや、それもそれでなんか面白そうですね。ね、まあ、ね、ちょっと納得いかない。うん、オーストラリア一番冷える時って何度くらいなんですか。ね、僕が住んでたところは、まあ、ゴールドコーストの方に近いんで、まあ、最近ちょっとね異常気象もあるんで、うん、0度から、うん、マイナス1、まあ、ちょっとあれですね、バケツにあの氷が張ってるともうニュースになる。あ、そんな感じですね。うん、もうじゃあ静岡で雪が降ると大騒ぎするみたいな。あ、まあ、そんな感じです。そんな感じで。まあ、日本あの基本的には日本の真冬がないような感じで、うん、夏と、まあ、春と秋とみたいな感じですね。うん、はあ、なんか他にオーストラリアって射撃ができるみたいな。あ、うん、射撃ね、まあ、うん、アメリカほどはあの緩くはないですけども、うん、まあ、あるのはありますね。僕もまあちょっとライフル持ってた時期もありますけどね。まあ、あの的打ちと、うん、あとはあれですね、あのクレー射撃でね、皿をこうやるんですけども、うん、すごい憧れですね、そういうの。憧れですよ、日本人の憧れですよ。まあ、いろいろね、コアラ、コアラすごい怖いんですよね。そうですね、野生のコアラだと結構ね、木の上で生活してるんで、やっぱりの爪がね、うん、すごいですから、うん、あれですね、一度かな、コアラは一度だけですね、野生のコアラを見たのはね。あ、そう、うん、カンガルーはね、結構カンガルーにあのちっちゃなワラビーっていうのがいるんですけども、あ、かわいい。まあ、それはね、よく見かけますね。たまに夜にあの車でね走ってると道にね出てきますから。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。マユミン登場です。で、あれです、多分今日4回目の放送、うん、4回目多分全部マユミンさん出てる。あ、何かしら。そうですね。そう、4回目ってこれね、隔週って言ったらもう本当毎週やってもうね、うん、1ヶ月になって、まあ、こんな感じなんですけど。上手ですね。それってコアラのマーチじゃない。あ、その雰囲気がね、商標的なあれだよ。NG、 ちょっと映像に。はい、うん、見えますか、ね、クオリティが低いです。うるさい、うるさい。他になんかオーストラリアにおすすめとかってなんかあります。オーストラリアでおすすめ、うん、日本にはないものっていうか、まあ、あれですね、まあ、この焼津あたりはあまりビーチがないですね、うん、ないですね、海水浴ができるような。もうあのゴールドコーストのやっぱりあのビーチは多分世界の中でも結構上のランクだと思うんですけどね、うん、すごい歩くとあのキュッキュッと泣く泣き砂のビーチですね、ずっとね。ですからすごいもう砂がもう金目が細かいんで、あそこの海を知ってるともう日本で多分海入れないですね。汚く思って入れないですね。それぐらいのまあ海ですね、うん、そこはあれで石ころばっかり。石ころ、浜透明というところね。静波海岸っていうところが
御前滝の方にあるんですけど、うん、そこはもう割と砂きれい、砂はきれいなんですね、うん、その辺では。この辺ではまだまともな方かな、うん、まあ、あの最近はねあんまり海も、まあ、僕結構内陸の方にね馬の関係で住んでたんで、うん、まあ、あのビーチの方に行くこともほとんどなかったですけど、昔はね、うん、あのビーチに行くとあのトップレスの、ね、うん、女性たちも結構いたんですけどね、最近はちょっと知らないんですけど、禁止になったのかもしれないですけども、うん、いい眺めでしたね。うん、男ですね。そうですね。男ですね。もうアフターファイブですから。ああ、もう大丈夫な時間で。もうここでお酒が出てくるとね、もっといいんですけどね。いいね。いいね。いいね。ね、そうですね。あのお酒を飲みながら、ね、いいんじゃないですかね。見てる人どう思うのかなそれ。人一人で見てる方はちょっと気が紛れる。寂しく見てる人は。寂しく。いや、でも笑顔が素敵ですよ。え？違う。なるほどと思ってね、それをまあ読みながら今年はね、うん、過ごしていけたらなと思ってるんですけどね。うん、そうですね、八重津神社、もう初詣はそこ行きました。あ、そうですか。はい、みんなそこだね。結構ね、並んでおられたんですけどね。結構ね、賑やかな神社で。そう、そう、ブログ動画作ってあります。ね、音楽を始めたきっかけとかって何かあるんですか？音楽をね始めたのはちょうど5年ぐらい前なんですけども、うん、まあ、あのギターはね向こうに持って行ってたんですけども、うん、全く弾かずにずっとねあのしまいっぱなしだったんですけども、うん、それを5年前に出してきたのがきっかけがですね、うん、まあ、娘がね、うん、あの結婚するっていうことでちょっとまあ娘に送る曲でも作られへんかなと思って、それでまあちょっとねポロンと鳴らしながら作ってたのがバージンロードというね、歌だったんですけども、まあ、それがきっかけですね。作っ、それを作ったのが、まあ、出だしですね、うん、もうロック一筋ですか？いやロックじゃなくてあのフォークですね。まあ、あのバージンロードであの YouTube でも検索していただいたら出てくるんじゃないかなと思うんですけど、結構行ってますね。 1万すごい、うん、1万5千ぐらい言ってんじゃないですか、ね、すごいです、ね、ちなみにパッカ君はなんで音楽を始めた？その前にどれくらい前に始めた？あの前にも聞いたけど18かな。 18?、うん、ってことはもう高卒業して10年くらい前かな、うん、6年くらいかな。あ、6年か、うん、で、あの進路を決めるときに高卒業して、うん、受験がめんどくさいって受験をしないとこに行きたいって、うん、で結局なんか自己推薦で、うん、あの音楽の専門学校に、あ、うん、簡単に入れるんでちょっと入って、うん、そっから音楽を、うん、最初はあのなんていうの DTM っていうあのパソコンで、はいはいはい、曲作るのが多かったんですけども、うんうん、去年からギター始めて、うん、ギターはブルースとか、うん、僕最近はねあのパソコンでねあのソフト使って、うん、あの曲作ってることが多いですけど、ね、録音とかは全然便利ですよね。便利ですね、うんうん、ちなみに奈美ちゃんはどうや何で何かきっかけでやったの？謎のマネージャーねついね、うん、設定ちょっとね、うん、何でもない何設定私の設定です知らないあ、マネージャーはなんでギターを始めたのですか？うん、4年前にね、そう4年前にね、うん、高校の先生が本当、うん、
なんかね教えてくれたんです。おお、うん、かっこいいなと思って。あ、何弾くんですか。ゆいとか。おゆいとか。ゆいとか。ゆいとか。ゆいっぽいもんね。そう、ゆいって言えばあれですね、解散じゃなくて活動休止。そう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 。ね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 。他にでもゆずとかよく弾くじゃんね。ああ。弾くね。ゆず。ジェットって知ってる？あ、俺聞いてる。知らない。知らない。オーストラリア。オーストラリア出身のバンドだよ。最近なんかもう抑えるロックバンド結構来てるんですよ。どんどん進出してきて、あのエアギターって、うん、あの大の字が使ってた曲が、うん、ジェットの曲。うん、うん、分かんない。でで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 、うん、分かんない。パック君のね、あの作った曲なんかも YouTube にアップしてあるんですね。ユーロビート？ユーロビートなんですよ、実は、うんうん、結構かっこいい曲とか、うんうんね、じゃあまた、あの、あれですね、うん、気がしてもらわないとね、うん、聞いてください。そして買ってください。いや、売ってない。言っとけ、買ってくださいって。売ってない。カウンター回し、あ、違うんだ、 YouTube の、 あの表示のランキングの方式変わったんですよ、去年の暮れくらいから。うん、再生回数じゃなくて総再生時間、時間になった。回数じゃなくてクリックしようかな。うーん、聞いてください。うん、長い間最後まで、最後まで聞いてください。最後まで聞いてください。どうしてもね、僕の写真をスライドショーにしてパッカ君の音楽を流すと合わないんですよ。ユーロビートです。そう、僕がよく知って風景の写真とか撮るんですけど、風景がこう穏やかな感じなのに後ろがもう、ね、そう、ちょっと異色のコラボみたいな。新しいじゃん。新しいね。ニューウェーブ。ニューウェーブ。ね、でパッカ君のユーザーネームって何？あ、ユーザーネームユーロビートエナジーっていうユーザーネームなんだけど。はい、ユーロビートエナジー。ユーロビートエナジー。ユーロビートエナジー。でも検索しても出てこないから。アルパカモコモコで。アルパカモコモコで調べてください。アルパカモコモコでね。そっちの方がいい。そっちの方が出てくるね。漢字さんも漢字さんで検索する。いや、僕漢字で、あの、検索すると漢字ばっかり出てくる。ああ。なんですよね。で、あの、アドレスネームというか登録ネームが漢字高。漢字高。漢字高なんですよ。というのはね、もともとあの、僕はまあ漢字で高というのと二人でそのデュオで、まあ、あのやろうということで、うん、その相棒だった高がそのチャンネルを作ったんですよ、そもそも。で、漢字高になってるんですけど、なんか漢字高って言ったら俺の曲聴いて漢字高みたいな、ね、嫌なんですけどね。だからもうね、仕方ないんですけど、ね、出ました、今年一発目の。そういうわけで、あの、ね、このもうそろそろ時間の方が来てるんで、うん、そのね、ヤイズロックンロールで漢字高って最後締めたいと思いますね。で、次の放送はプロデューサーさんいつですか？21日です。しばらく会えないね。でも動画で会えるよ。じゃあ感じたかもよろしい。というわけで、なんだっけ、なんだっけって何。で、次のゲストは実はまだ決まっていません。うん、うん、また来ましょうか。ぜひ来てください。お家が見つかったらぜひ。住民票持って。住民票。というわけで、じゃあ今回のアルパカモコモコはゲスト漢字タカさん。漢字でした。あの、ファーストアルバムね、仲良しょうなというのを発売してますんで、Amazon、それから楽天でね、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、
焼津ロックンロールで酒鍋いいね、じゃあ何これ、焼津ロックンロール標準語もまとによう話さへんし、無理して静岡弁喋ると変やろう、そらでもこの街がここの人らが好きなんや、街を歩いてわかるよ、タバコの吸い殻一つどこにも落ちてへん、みんな好きなんやこの街が、yeah.